その後なぜか出品者が勝手にキャンセルしていることが判明。決済は取り消されていた。そして商品ページもなくなっていた。届いた。届いた。こんにちは、新宿です。鬼です。元です。メイドインジャパンを世界ということで、今日も元気よくやっていこうと思うんですが、はい、今日はですね、はい、もう騙されたということでにもつきました。はい、まあそういうわけで採用登場なんですよ。うん、でこれちょっと実は来るかどうかわからんかって、はい、お蔵入り仕掛けた内容のやつ一応そうだと思ってるんですけど、うん、じゃあこの届く経緯、うん、ちょっと今から軽く説明しようと思います。それは遡ること新進工房で1ヶ月前に起きた出来事だった。届いてるかちょっと確認したいなと思って。届いてるか確認。Amazon、はい、届いてますか。2月18日までに「期待」って書いてるから何てか知らんけど期待到着じゃなくて「期待」って書いてるからまあ明日期待しといたらいいんちゃうと。数日後。はいはい。メールっていうのはどこに来るんですかね。あ、わかりました。はい、わかりました。その後なぜか出品者が勝手にキャンセルしていることが判明。決済は取り消されていた。そして商品ページもなくなっていた。しかし高木ちゃん、見てよこれ。うん、届いた。届いた。届いたんすか。そうやね。なんかキャンセルになって結局代引きでなんか佐川から「今日代引きあるんですけど行けますか?」って言われて。何やと思って開けたこれって。え、な、意味わからん。キャンセルされて代引きで届いたみたいな感じで届いた。このような経緯で届きました。じゃあそういうわけで、開けていきますわ。はい。最初金具届いたんかなと思って、いつも佐川の代引きって言ったら金具が多いから。うん。で1万何ぼ3000円ぐらいで何やと思ったらこれが来た。これやった。この度はご購入いただき誠にありがとうございます。 Amazon のシステムメンテナンスのため誠に勝手ながらも今回のご注文は代引きでお送りいたします。サイト上でお支払い済みの場合はサイトの上にて返金いたしますのでご安心ください。ご安心くださいってことで荷物を受け取っていただけますようにお願い申し上げますということで、なんか今回の「コン」って「今」っていう字もさ、なんかちょっと中国の「今」っていう感じで今回のことを開けますわ。安心しておってるんで、これ入ってるんですね、指の。丸キラキでないんで、まあ本物かどうかっていうのは今後、まあ、分解とかしてね見ていこうと思うんですけど、ちなみに一応ちゃんとクレジットで買ったんですけどクレジットはキャンセルでちゃんと返金されてました。一応お電話で確認しましたもんね、クレジットの明細も見たらちゃんと返金されてると。でキャンセルして来た。あげますか。はい。ちゃんと箱もあるし、なんていうのこの管理してる感じ。ちゃんと箱もルイ・ヴィトンとかで、箱もルイ・ヴィトンとかありますね。スペルもあってますね。モノグラムワールドツアーということでね、なんか説明書いてますわ。モノグラムに関する。で、食べてはいけないが入っとって、まあ、箱もチャッチーちゃチャッチーな。2016年モデルなんかな、2016年秋冬ファッションショーとか。で、なんかこのさ、偽物あるあるのこの梱包っていうかさ、安いこの、ポリなんちゃらに、までパーリーっつって。そのなんか、そこまでちゃんとあれやんねんな。全部やってんな。で、まあ、これ財布で。で引き手に、引き手はこんなの大体な。でまあいつもラウンドの形なんですけど、メーカーあるあるのこのスポンジの入れっていうこれ本物なんやな、こんなん。いやどうなんだろう、本物とかあれやか分からへん。レビューしていきますか。はい、ということでまずこのサッシ、小サッシから見てみると、この中開けて見てみたら印刷が斜めってんですよね。しかも右肩下がりで、せめて右肩上がりにしてって思うんやけど右肩下がりでプリントの位置がずれてると。で紙もちょっとチャッチーような、チャッチー、印刷も甘いしな、紙も安そう。証拠その1、紙が安っぽい、印刷が甘い。次はこれ外側レビュー説明していくと、まずこれあれですね、ファスナーが金属じゃないですね、プラスチックにメッキかけたやつなんでスルスル、なんかちょっと安いスルスル、めちゃめちゃスルスル。大体財布でエクセラっつって重たいやつなんですね、開け閉めが。だから全部プラスチック系な、この引き手も金属じゃなくて樹脂系のやつにメッキしてるっていう感じの。ファスナーはまっすぐに貼れてないよな。ファスナーまっすぐ貼れてないし、ただ滑りは最強。滑りはめっちゃいい。滑り最強やけどこれ開け閉めしやすいけど、これしばらく使ってたら壊れると思うし、カバンなんか突っ込んでても開いてくると思う。証拠その2、ファスナーが滑らかすぎる。重いですねんな。なんかこの中国製コピー品あるあるやけど、重たい、ずっしりすんねんな。で硬い、硬すぎるというか偽物あるあるで、なんかごっつい紙の芯が多分この中入ってると思うんですよね。中にその紙の芯入れるからこういうとこへこんでポキってな。証拠その3、芯が不自然。以前のプラダの分解動画ですが、こちらを参考にして本物の芯について説明しております。でまあ外から見た感じでは牛革なんか合皮使ってるのかはちょっと判断しかねる感じですね。いや縫製は全然綺麗やっぱり、うん、落としてるし、ここ落としっていうか、うん、ちゃんとミシンを一人落として、うん、中のファスナーも同様、うん、っていう感じですね。だから技術は上手い人が作ってるんですよね、うん、だから偽物の財布あるけども偽物の職人いないっていうのが僕らのセオリーでいつも言わせているんですけど、うん、まあプリントもど真ん中で別にずれてもないし、うん、結構クオリティは高いと思う。技術面ではちゃんとした職人を作って、うん、怖かった綺麗さ、うん、もうファスナー以外ではひょっとしたらその管理の仕方やったかもしれないかもしれない。でこれ買うかどうかわかんないんですけど、うん、いや臭いんですよね。同じですよ。変なはずなんやろ。そんなビニールみたいな浮き輪みたいな匂いすんでや鼻が壊れとるわ。プールに浮いてるさシャチの風船みたいなあれやんか。風船っていうか浮き輪やろ。あれと同じ匂いする。なんかビニールっぽい匂いするからやっぱ合皮なんかな。匂い方が強いな、なんかマジで。コーナーがプールの上にさ、シャチの風船あるやんか。風船じゃねえ。あ、覚えろ。すぐ覚えろ。あるとね、匂い方なんか独特やわ。トラブルのハーモニカみたいな。なんでもないようなことだ。証拠その4、ビニールのような匂いがする。まあそのわけですね、うん、今回ちょっと皆さん騙されないようにということで、うん、今回ちょっと騙された気持ちがやっぱ強いんですよね。でこの経緯考察、まあこれからさせていただこうと思います。要注意な代引きの取引ということで、ね、で今回我々、うん、高井ちゃんがちょっと1万円の安い財布あったんでルイ・ヴィトンで書いてるんで、うん、これちょっとほんまかだからちょっと信頼してくださいよみたいな感じで買ったんですよね。でこれ例えばさ、うん、何かを注文して、うん、それがキャンセルになって、うん、発送されてるって代引き発送されてるってのを知らずに、うん、俺が不在の時に、うん、お前がなんかお兄ちゃんなんか荷物つけた代引きやってなった時にさ、これ気ぃつけなあかんやん。あ、きません。そうやな。なんか買ってやっぱそういうのが多いらしいで、旦那さんが注文したんかなと思って、うん、その受け取って払ったけどそんな俺注文しないでみたいな仕事から帰ってきて、あ、きません。だから払ってしまったら、うん、ダメなので、だから身に覚えのない代引き来た場合は、うん、ちょっと似姿、気にする前に一回ちょっと帰ってもらうとかさ、うん、実際に今回も言うたら金具やと思って払ったらこれやったからな。そうそうそう、うん、で今回の場合、まあ、撮影で使いたいものが、うん、まあ来たからまあよかったっていう感じなんですけど、うん、これガチでさ身に覚えてもないもん、こういうこともあると思うんで、皆さんそれぜひ気をつけてくださいということでございます。でちなみになんですけど、これ受け取ってから迷惑メールめっちゃ来るんですよ僕。そういうことか。気使ってくれてんか。なるほどな。そうやったら安心した。だからAmazonで顧客情報抜くというか、抜くだけ抜いてAmazonのシステムで決済したら手数料とかあるからさ、代引きで自社でキャンセルしてこっち送りましたで情報は向こう持ってますみたいなことも考えうるんで、本当皆さん聞いてください。で今回ですね、佐川急便の送り所なんで僕この送り所見るのうまいんですよ。ああ、なんでなんですか。ちょっとね一時期ね丸川急便さんに言ってるけど佐川って言ったやつの前7年間勤めてましたね。ミニオブがある送り所でこれ僕ちょっと調べられるんですね。でこちら徐々調べたんですよ。ここにあるね東京都大田区。めっちゃ言うやん。それ言っていいんか。で、これ住所調べました。住所 Google アースでまあサーフ調べたら、よくわかる貸し倉庫が出てきたんですかね。で今度はここに電話番号が入ってるんですけど、05。言うのそれ。一応それ言ったらあかんのちゃう、そういうの。で電話番号入れたら違う会社の情報出てきて、でただ電話番号一緒なんですよ。でただそこのサイトの番号入れたところに結構な数の口コミ入ってるんですよね。そういう意味ではまあ詐欺とかね、被害に遭いましたとか文字が多くて、で中にAmazonを通さずにAmazonを通さずに勝手に支払い方を変更して送ってくるっていうのは同じ件数がありましたっていうことなので、まあ、ほとんどの人はこういうこと引っかからないと思うんですけど、身に覚えのない代引きは皆さんちょっと拒否しましょうということで、では今回のまとめということになります。はい、今回まとめますと、身に覚えのない代引きを受け取らない、はい、であと1個何でした。もし受け取ってしまった場合は開封してからも諦めず配達業者さんや消費生活センターなどに連絡相談をお勧めしますということですでございました、うん、で一応今回、うん、今の時点で本物がわからないんで革職人が今からこれ分解しまして、はい、中身そのテクニカルの分で、まあ、真偽判定していこうと思います、はい、ですが長くなりましたので、はい、次回ということで、はいはい、皆さんお楽しみいただけると嬉しいです。じゃあそのわけでこのチャンネルで面白いと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。で我々紳士工房のホームページのリンクはこの後、概要欄&終了画面にてクリックすると飛べるようになってますので、よかったら見てください。で紳士工房サブチャンネルで、フォートナイトもやってますので、よかったら皆さん朝までゲーム一緒にやりましょうということでございました。それでは次回分解もお楽しみにしてください。よろしくお願いします。お願いします。さよなら。Should have